こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。横浜市、緑区の皆様に、仏壇の処分のご説明をいたします。当店で、供養処分でお預かりした仏壇や仏具などは、お寺のご住職様にお願いしまして、このような形で、供養祭を執り行いご供養しております。このお坊さんの収支のご指定はできません。ただ、宗派を超えて真心を込めて丁寧にご供養を執り行わせていただいております。また、神棚や神宮など、こちらに関しては、神社の神主様による再興祭を執り行っております。このように、ご供養や再興祭、ご供養祭や再興祭、こういったものを執り行いまして、ご供養が終わりますと、お預かりした、全ての品物は礼拝物から廃棄物へと変わります。廃棄物処理法の対象となりますので、法律にのっとり適切に処理をしております。ありがとうございます。